どうも、青木康弘です。ジグザグジギー宮沢です。よろしくお願いいたします。お願いいたします。さあ、今回のテーマは何でいきましょうか。はい、今日どうしましょうね。はい、後楽園ホールというテーマで語ってみましょうか。まあ我々も年間通してね、はい、一番行く会場はおそらく後楽園ホールでしょうから。そうだね、後楽園ホールだね。うん、この会場についてちょっとね語っていきましょうかね。はい、後楽園ホール、まあね、その後楽園ホールといえば、うん、なんですか。後楽園ホールといえば、まあ、でもやっぱり、まあ、聖地だし、うん、で昔の映像を見ても、うん、今の映像を見ても全く変わりのない場所ですよね。同じですよね、うん、あのレイアウトとかもう何度か多分改装とかしてるんでしょうけど、うん、もうあの基本的な形は一緒なんで。そう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 、だから本当にあの映像で見たことある会場だって最初やっぱ思いましたしね、うんうんうん、初めて行った時ね。だからまずこう、うん、外からもちろんまあ中に入るんですけど、うん、やっぱ外にある程度列ができちゃうと、はい、お今日、うん、このなんか結構お客さんいるなとかね、エレベーターの前にね、うん、エレベーターなんだよ、なんか2回も待っちゃったよみたいな時あるじゃないですか。ありますありますあります。そう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 、それでなんとなくその日の入りがなんとなく事前にも分かるとか ねなんかすごいなとか思いながら。そうで、あとはまああの名物の階段をね登っていく手もありますけども。ああね、ね、あの落書き階段ね。そうそう、あれはもう名物ですよ。あれだってもう消されちゃう話もあるよね。うんですね、なんか、ね、でも何回かなんかもう塗り替えてるっていう話もありますよね、あれね。あ、その上にさらに変えちゃってる、変えちゃってるみたいな話聞いた。悪いやついるな。うん、でやっぱりあの基本的にはあの誹謗中傷なんですよ。そう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 、そう、悪口とか悪口ばっかりで、それがもうずっと放置されたんですけど、ここ 1,2 年前からやっと張り紙で、うん、個人の誹謗中傷やめてくださいっていう、いや今更っていうね、そのもう何十年も前からこの状態なのにっていう。であれさ、なんかさ、もうすっごい高いとこ書いてあるのがあるじゃん。ありますあります。あれ誰がどうやって書いてんのね。あのね、3人ぐらいで肩車しないとね届かないようなね、そう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 ところとかに書いてあったりするんですよ、うん、どうやって書いてんのかなっていう。あれ謎だよな、うん、だって別にあれ夜中にね、うん、あの忍び込める場所じゃないのかな。そう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 、何か多分普通にオープンしてる時とか、うん、あのなんですか、入場列待ってる時とかに、うん、急になんかあの天井の一番上のとこに手伸ばしてとかなんか駆使して、だってよっぽど憎しみないとさ、あんな上に書けないよ悪口そう、いや普通に考えたら 無理って場所にね、ここでも言えないような悪口だもんね、基本的に。そう、そうですね。であとやっぱりね、はい、もうレモンサワーがうまいよっていうね、後楽園ホールといえばやっぱレモンサワーですね。はい、とファイターチキンですか。ファイターチキン、ちょっと最近ファイターチキンもあのリニューアルして少し味が変わったりしましたけど、ね、うん、でもやっぱレモンサワー、レモンサワーね、やっぱりでも、まあ、あのレモンサワーは多分都内でも多分有数の酔い方する一杯だよね。いやそうなんですよ、なんでしょうねあれね、うん、だってあの蜂蜜二郎さんが、うん、やっぱり 2,3 杯飲むとちょっと記憶が曖昧になるって言ってましたねあの酒好きの、うん、いやなんかこうなんでしょうね、度数が強いのか、うん、なんか飲み口がすごくちょっと甘くて、そうですそうですそうです、飲みやすいから、うん、結構いいペースで飲んじゃうんですよね、うん、だからこうちょっと酔いが早いっていうのももちろんあるのかもしれないし、あれは飲んじゃうな。そう、あとそのレモンサワーとかの、うん、そのいわゆるフードドリンクの売店に一人も、うん、あの鬼のようなシフトで入ってる女性の方がいますよね。いつでもいる方がいるんですよ、ね、うん、これは行ったことある方ならわかると思う、うん、顔はすぐ浮かぶと思いますけど、女性の方ね、うん、いや女性の方ね、女性の方いつもいますよ、ね、必ずいる。そうなんですよ、百発百中いる、百発百中いるんですよ。あれ今日いないなと思った日一回もないもんね。ただ怖いことに、うん、試合は一回も見てないんですよそうなの。いやじゃないですよ、だってあそこにずっといるんですから。あそうか、試合は見たことないんですよ。そうか、そうでも多分音で、うん、今日は新日だなとか多分分かるんでしょうね。今日は01だとかね、もう達人の達人の、うん、見なくても分かる、もう耳で今日は誰の試合だとか。あの人いつもいるよな。いるんですよね。多分他の人ももしかしたら一緒の方多いかもしれないけど、うん、あの人だけね、なんか覚えてるんだよね。そうなんですよ、うん、でもやっぱり仕事もめちゃくちゃ早いから、うん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 、パパッとこうチキンお願いしますとかでお釣りの渡し方とか、そうそうそう、すっごい手際いいし、うん、そう、もうなんかあの人にちょっと
会いにレモンサワー買いに行ってるみたいなところもあんのかもしれないですね、どっかで。あの席あるじゃないですか、はいはい、この業席はどこで見るのが好きですか、はい、まあ西東はね、はい、いいところっていうのは、はい、なんですか、西東はいわゆるリングサイドですよね、うん、はいはい、はい、そうです。西東のいいところは西東の看板にバーンって当てる、あ、例えば場外乱闘、ね、乱闘で、うんうん、あれに巻き込まれる可能性があるという醍醐味が、うん、はいはいはい、ありますよね。で、まあ、でも南はやっぱりね、シートがゆったりシートなんで、うんうんうん、まあ、心地よくは見れるんですけど、だから北はまあいいんですけど、よくスクリーンとかを使う場合に後ろ向かなきゃいけないっていうね、ちょっと首痛いよねっていうのもちょっとあったりして、あるあるある、だって一回俺スクリーンの真横っていう席があって、ああ、それもうなんかもうなんていうの、もう後ろも向けないし横も見れないし、でましてやこう前出ると今度俺の前に座ってる人が見えなくなっちゃうから、もうずっと俺だけ真正面向いてみんなこっち見てる中、まあ、でも基本的にプロレスって必ず正面っていうのは決まってるんじゃないですか、うん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 、だから例えばセレモニーとかも、はいはい、必ず正面の方を向いてやるし、リングアナウンサーも正面やる、それが南側なんです、南側ですね、だから、まあ、オレンジの席です ね、 ですね、いわゆる、だから、まあ、トータルして一番いいのはやっぱ南かなとは思うんですけど、難しいな。だ最近僕その西と東のとか、まあ、北もそうですけど、はい、まあ、いわゆる木の椅子、はいはいはい、ちょっと段になってる、 ね、ああいう時は僕100均でもうクッション買ってっちゃうんですよ。あ、痛いですからね、硬くてね、そう、うん、途中からもうお尻の余裕がなくなっちゃうでしょ、痛くてあれ多分100均で買ってた方がいい、あ、それはいいかもしれないですね、うん、1個ね、そういうのがあります。あれ上で見たことは当然ありますか、バルコニーですか、バルコニーね、昔だから全日本プロレスが小中高専立ち見券みたいなのをやってた頃に高校生の時とか1000円かなんかで見れたんですよね、バルコニーで、それで結構友達と行ってましたね。 そう、あとは、まあ、まあ何回かそれ以外でも見たことは、でもねまたバルコニーからの風景っていうのもいいもんなんですよね、そう、上から見るとね、リングを上から見るっていうのがね、うん、結構写真撮るとねいい感じに撮れたりするんだよね、あそこ。だからそれと同じっていうあれじゃないですけど、うん、本当今実は穴場な会場というか、うん、ロケーションすごい会場があって、うん、花屋敷、浅草の花屋敷の歌劇場って、花劇場っていうか歌劇場っていう会場、はい、最近ちょこちょこ団体使ってるんですけど、うん、あそこの2階席がもう後楽のバルコニー以上に、うん、もう本当にリングの真上なんじゃないかって位置なんですよ、そんな急上だったいや本当にこうその崖から見てるみたいな、そうそうそう、本当に下を見下ろすとリングみたいな脳天見えますよみたいな状態のロケーションで、うん、もう最高なんですよ、怖くないの、いやこうやっても、まあ、柵があるし、なんか埼玉スーパーアリーナも3階の方まで行っちゃうと、はい、たまにすごい怖い席あるじゃん、怖いですよ、怖いですね、覗いたらもううわっていう、いやいや、そんな高さはないので、ない、はいはい、本当に小さい会場があるので、あそこはなかなかすごいなっていうことですけどね、でもやっぱコーラゲホールのやっぱいいところはとにかくこの臨場感というかね、そうだね、うん、やっぱ初めてプロレスを見に行く人を連れていくんだったら、うん、まあ、昔はなんかビッグマッチとかの方が分かりやすい、そのマッチメイクというか、うん、豪華なマッチメイクがあるから、うん、武道館とか国技館とかの方が初めての人を連れていく、はいはい、プロレスがよく分かんない人を連れていくならいいかなと思ったんですけど、うん、なんか最近やっぱ後楽園ホールでとにかく迫力を目の前でこう体感できた方がいいかなと思って、うん、そうか、後楽園に連れていくようにしてますけどね、そうだよね、やっぱね距離的にも一番いいしね、うん、なんかねアクセスもしやすいしね、そう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 、うん、実はねいろいろ、あと必ずいくラーメン屋さんもありますもんね、後楽園ホール行ったら、あ、はい、家系ラーメンの田中です、はい、必ず行く、ほぼ行ってるよね、はい、まあもうとにかく、はい、お正月の、まあ、いわゆる 1.4 の前後とかの後楽園とか、うん、辺はもう必ず行きます必ず行ってますね、あそこね、田中行ってちょっとね飲んで、もう田中でビール飲みますから、ビール飲んでそこから行く、そう、生ビールと家系ラーメンとライスですから
それで腹パンパンにしてコラーゲンホールに行くというね。でさらにレモンサワーも飲んで、めちゃくちゃだよ。幸せですよ本当に。終わってからだと割となんかこう芸人仲間とかだとやっぱその鳥貴族とか、うん、まあ我々のねそのプロレス芸人仲間の一人である小橋太ったという人がもうとにかく鳥貴族に、そう、俺だって人生で初めて鳥貴族予約してる人俺初めてです。どんだけ好きなんだっていうぐらい行くじゃん、うん、そうですね。一回あの昼興行後楽園終わってさすがに空いてなくて、うん、じゃあ今日は串カツの田中でいいかとかって、はいはい、串カツ田中行って飲み始めて、まあ小1時間ぐらいして、結構小橋太ったさんってめちゃくちゃ飲む人じゃないですか、うん、なのになんかもう途中でピタッとお酒が止まって、うん、ああもうこれでお開きなのかなと思って、うんうん、でもう出ますって言ったら、そろそろ鳥貴族開くんだよっつって移動しようっつって、オープンから入りましたね。なんであんな好きなんだろうな。鳥貴族オープンから入って水飛ばしてだって一回とそうだよね、なんか鳥貴族開いてないと一回他の店行くでしょ、うん、時間潰し、そう時間潰し、そうでそこで普通終わりじゃない。そうでそこでも結構まあまあちょこちょこ食べますからね。そう食べて飲んで でまた行くでしょ。行きますよ。でしかもまたすごい飯頼むし、うん、ものすごい頼みます本人言ってましたもんね、そのなんか谷町気分を味わいたいっつって、うん、自分食べないじゃない。そうそう自分食べなくて僕ご飯だけガンガン頼んで、うん、でみんなも別にね、そう、まあ、正直その、年齢層も高くなってきて、うん、そんなに食えないみんなが集まってるのにガンガン頼んで、とにかくテーブルを飯でいっぱいにしたい人っていうねもう昔ながらのなんか考え方というか、なんで小橋太ったの話なんだでも俺マジでちょっと夢があって、後楽園ホールで、まあ、昼興行じゃないとあれかな、終わった後難しいかもしれないけど、後楽園ホールで昼興行見た後に、うん、そのまんま後楽園飯店に入っていって、あまあそこ結構いい、はい、ね、まあまあ高級な中華ですよ、それを食べて飲んで、うん、そのまんま東京ドームホテルに泊まるってことそれはすごいね。やってみたいですね一回。なるほどね、そういう日を。だって馬場さんも後楽園飯店行ってたんでしょ。僕行ってたんじゃないですかね、全日本プロレスの試合がある時とか終わってからなんかね、行ったりとかもしてたみたいですし、でその後にキャピタル東急のあれですか、折り紙で、折り紙でね、パーコーメンとかアップルパンケーキですか、アップルパンケーキなんかをね、アップルパイか、パイか、アップルパイか、うんうんうん、そうだ、あ確かにその流れいいね。いつかね後楽園ホール行って、後楽園飯店行ってドームホテルで一泊する。そうだねだ最悪夜も見たいよね。見たい、あ見たい、後楽園飯店行って夜見て、夜見てで鳥貴族行ったり。いやないよ鳥貴族急にスケールが全然ちっちゃくなっちゃうでドームホテルで行った、ドームホテル行ってね。そう できれば例えばこう海外の選手とかが泊まって、うん、行ったことあるような部屋がいいよね、うん、あいいですね。例えば WWE のスーパースターとかが、例えばアンダーテイカーとかロックとかね来た時にこの部屋泊まりましたみたいなのを、あそれはもういいじゃないですかね、たま、うん、高いと思うけど、まあまあまあ高いんじゃないですかね。そうだよね、いい部屋泊まってんじゃないですか、うん、人たちは。そういうじゃあそういう夢も叶えつつ、はい、ちょっと話は小橋太ったら逸れてしまいましたけど、ね、はい、じゃあ後楽園ホールの話以上ということで、はい、はい、皆さんありがとうございました。ありがとうございました。